お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのアチャクイロフグやっていきたいと思います。さあこちらね、まあ、とりあえず玄関今日バカ強いです。はい、バカ強いロイフグデッキで、ロイフグってね、範囲攻撃のメガナイトとかダックプリとか、まあボムとかがね、きついと思うんですけど、まあ回転が速いので1周目が通んなくても2周目で無理やり通す。あとアチャクイがね、スキル使ってアチャクイで攻めれたり、あとクエイク削りもできるんでね、まあロイフが通んなくても戦えるよねっていうので、めっちゃ強いのでね、はい、なんかおすすめです。クエイクの枠がライトニングでも、あとはマザニクとかがね、たまにファイスピの枠かな、はい、なったり、いろいろちょっとね、形も変わるので、まあ、ぜひ自分好みの形にいじりながらね、使ってみてください。というわけでね、シーズンも残り3日ほどしかなくてね、はい、トラグちょっとね、全然できてなかったので、ちょっと8000目指してね、はい、頑張っていきます。さあ、というわけでやっていくんですけど、今季、本当はもっともっとトラグやろうと思ってたんですよ。というのも、まあ、9000がね、ちょっと出そうだったんですよね今季で。もう全然ですね、結局全くでしたね。というのもめちゃくちゃトロフィー全体的にね高くなってインフレしてたんですよ。そうインフレしてたんだけど、運営がね20チャレをね出してきたんですよね20チャレ出たことによって、もうマルチ上位5日間ぐらいね、ほんとトロほぼ変わらずという期間があってね、まあ、今季もそんな伸びずっていう結果だったかな。全体的なトロはね、そうなんで。まあ、ちょっと9000また出るね、3ヶ月後ぐらいに。まあ、出るかわかんないけど、出る可能性がね、あとすればまた3ヶ月後なんでね、ちょっと3ヶ月後はまたガチりたいなと思うんですけど、まあ、とりあえず、今ちょっと大会とかね、いろいろあるんで、あ、なんか相手なんか、ぬるくね？なんか、あれ？これなんか諦めてんな。いや違った、はい、スパーキーが来ましたね。いやなんかびっくりしたっすね。何もしてこんし、あれよって思ったんですけど、さあスパーキースケブってことは、まあガゴムレとかなんかコウモリとかなんかそういったカードが入ってんのかなっていうね、はい、イメージちょっとねありますが、よいしょ。さあ打たして、やばい、これは本当はね圧着い延命したかったですね。まあ圧着延命できなくても、まあ耐えれるのは耐えれるか。あ、これはね神相性です。100-0ですね。多分僕がね芝クエイクしても、芝ロイフグしても多分負けないですねっていうぐらい神相性だと思います。というのも、まあスパーキーの受けにね、なんかスケとかファイスピとかデリとか、あとウッドオリ、何でも受けちゃうっすね。これに関してはさすがに神相性な気がする。で暇なんでクエイクで削っていきます。で、まあいろんなパターンがあるんですけど、スパーキー相手には逆サイロイフグ飛ばすパターンもあれば、もうね、飛ばさず、1800クエイクで一生削るっていうパターンもあります。はい。僕は今回ちょっとそれでやっていこうかなと。で、ファイスピの範囲でね、ダミーちょっと稼ぎながら、でさあ、着衣ね、透明なりながら、デリバリー落としてあげてね。いやー、で、これで勝てちゃうっすからね。で、またクエイク削りと。まあ一生守って、あとはクエイクで削っとけば、まあいつか気づいたら勝ってんじゃないっていう。はい。あー、ウッドね。当たらんかったか。スケブだったらよかったんですけど。さあ、というわけで。これファイスピ経過でちょっとだけね。あー、でも当たるんかい。いやー、強すぎる。やばくない？これもう。もう神相性なんだよ。ただの。ただの神相性。で、こんなね。ちょっとやばいじゃんってなるじゃん。やばいじゃんってなる。じゃん、やばくないです。危ねえ。ウッドが、ウッド危ねえ。まあ、回転がね、本当にマジで早いから、結局のとこね。もう2周目ウッド、2周目デリバリー、2周目なんちゃらみたいな感じで、もう気合の2周目でね、全部止まっちゃうわけなんですよね。さあ、まあ、着衣と、あとはね、デリバリーとかでね、ええ感じにしてね。で、逆サイもね、もうスケぐらいで終わっちゃうっすよね。よいしょ。さあウッドでね下げながら、まあ、着いかれるものの守れれば僕負けないんでね。でこのスパーキーもね10コストでスパーキー出してるんじゃなくて、まあロイフグ警戒でね、まあ6コスト7コストで出してるだけなんでね。はい、よいしょ。まあウッドで削って、まあ逆サイ全部してもなんならいいですからね、正直。よいしょ。でこれスパーキーね、あやべ、まあ、言うてこれですからね。やばいっすよね、これ。どうやっても負けないっていうやつですね。さあ、これあと回して終わりっすね。
回転がね早すぎるのと、まあデリバリーこう見るとね、いや防衛力バケモンやんってなるんですけど、いやほんとこのロイフ君マジ強いっすまあ今の見てもらえれば分かると思うんですけど、やっぱ高回転だからこそ、まあちょっとミスってもねリカバリが効きますよねっていうのがこのデッキですね。なんか今みたいなね神相性来てくれるとすげえ楽なんだけどな。まああと基本的なんだろうな、他の神相性、まあ枯渇クロスあたりは間違いなく相性がいいと思うんですけど、まあある程度はいけそうですよね。ああ、ペッカ工場がきついみたいですね、このデッキ。ちなみに、なんか、前誰かが言ってたのと、結構勝率悪い気がする。ペッカ工場じゃない、先ファイボなんでね。ラムとかになってくるとまた変わるんですけど。さあ、で、今回は、インドスキラ。インドスキラ、ちょっとわかんないっすね。なんだこれ。いやー、なんだこれ、インドでもファイボのスキラですって。ファイボ、いや、ファイボがね、珍しいんですよね。その、まあ、スキラぐらいはわかるんですけど、別に。インドスキラまでもわかるんですけど。んー、いや、なんだこれ。インドエレキファイボのスキラですって。いやー、わかんねえな、マジで。ボールはスキラフリーズのフリーズをファイボにしちゃったみたいな可能性はゼロではない。もうファイボ使ってるし逆舞台行きたい。あー、これあれだな、ウィザード、あれ、あー多分ウィザードバルキリーのね、うわー、まあストルネがなかったと思うな。なんかヤナメザップとかだったんだけど、ファイボになってます多分。さあ、内側寄せて、いやちょっと痛いな、ちょっと痛いけど、まあ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 、これも勝ちたいよね結局。まあ勝ち、あー、いいファイボだ。今1コス無駄になったのかな、キラだったな。まあバルキリーで切られちゃうのかな、ちょっとな、許せんけど。まあ、あと、硬さじゃなくて、意外と両サイドもいい。まあ、切られるんですけどね。はい。切ってもらって。まあ、切ってくれ。いや、なんか、バルキリーですら意外とめんどいな、ちょっと。ね。まあ、あれ、デリでいいや。めんどくせえし。楽しまーす。で、さあ。いやー、一体残ってる。やぶねー。なんか、めんどいっすね。いろいろと。いろいろとめんどいな、相手のなんかユニット。なんか、バルキリー受けるのも、インド受けるのも、ペッカ受けるのも、なんか全部がめんどいっすね。あー、いいな、その、いいケツペッカです。さすがに。いやー、でもこれは、ちょっと熱いんじゃない？ファイボ？はい。で、アチャ食いで、ギッチョンギッチョンにしてあげてね。で、クエイクと、いや、これ打ったくちょっと早いね。まあでも、少々、知らね。いやー、痛い痛い、殴んな殴んな殴んな。これ、バルキリー、あー、ファイボー、これちょっと入るんだよな。チク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 、チクチクチク、チクチクして、チクチクして。いやー、痛い。いや、これ、ペッカがやべえな。ペッカがマジで、バカみてにいて。これ、そろそろ削り、いきます。削っていかなきゃ。タイブレイクで負けちゃう。これ、端前止めて、デリバリーと、あと、ペッカ、あれ、スキル使うのしっかりね。で、あれね、多分、ペッカで、あー、めっちゃ、めっちゃいい。でもこれめっちゃ入るよね。オッケーオッケーオッケー。あつやつやつやつ。さあ着衣。まあ端前止めていいね。結局。でさあ攻めてくる。同タイミングしっかり守る。守りたい。でローフで飛ばす。ファイブ回ってない。
さあクエイクで耐えながら ISP でいろいろ耐えながら、いやーやって痛い痛い痛い、やべえ、ボトンできたら終わる終わる、やめてやめて、いや勝ったんじゃね、間に合わない、来た、おおぶねえ、いや待って、これ勝ったのはでかいやーちょっとヒヤッとしましたけどね、はい、ナイス勝利でございます。さあギター、よろしく。まあ、基本的に檻いっぱい置いとけばいいっすね。なんか困ったら檻置いて、困ったら檻置いてにしとくと、なんか檻って勝手に攻めでもね、この後活躍してくれるんで、困ったら檻置いとけばいいっすね。さあこれは壊します、さすがに壊します。でコウモリやりゴブだったんで、あーちょっとめんどくさいっすね。ザップがねありそうな気がする。ザップってことはファイボもあります、はい、ファイボもあるんです。セパって、まあ小物が来そうなのでウッとして、いやー何も出さないのか、マジか、いやーそれは無視、え無視なのか、はいはいはい、いやさすがに対応してきますね。いや縦線ばっか入るっすね、いやー熱い。でこれちょっと圧着ぐらいで守るか、逆サイ保護来るとちょっと嫌なんですけど、檻がまあそんなコストもないか。しかも今、あえて小物系咲いたんで、まあ一旦あちくこれコウモリだと思うんですよね。ファイブボーイもあんちゃるな。さあコウモリだったんで、あちくスキル使って、これね、そこそこに入るんだよな。いや、あちくバカ強い。で、これファイブ相手外すみたいなとこあるよな。外せ外せ外せ来た。マジ施設とかに釣られてね、ロヘグなんかあえて弾けた時に、おいナイス諦めい十字、さあナイス。というわけでちょっとトロ少ないのがきついですけどね、はい、続いていきましょう。さあ来ました、よろしく。まあちなみにもうね明日世界大会なんでね、はい、ちょっとまだ緊張はしてないですけど、前日だと。やべ、こいて。今日の夜はね、寝れないかもしれないですね。まあ、ディガーとオールブレイカー、ザップ。一旦降り置きます。ディガーとオールブレイカーとザップ、言うの。メガナイトオールブレイカーはワンチャン？まあ、さすがになんだろうな。ハンター、いやーわかんないっすね。一旦待ちます。ジャイ、いやオールブレイカーいたよな。はい。いやーこれなんか来そうっすね。まあ一旦着衣のスキル使って、あやっぱそうっすね。メガナイトオールブレイカーっすね。いやめっちゃ着衣頑張んじゃん。ね。なんで、まあ、ローフ飛ばしたら踏まれるんで、まあ、出さずに、まあ、出さずにもう、岩井も削りでいいんじゃないっていう。これ。いきます。クエイクとウッドで相手のタワー3000削りたいと思います。いや、でかい今の。マジ今の入るだけでマジでかい。さあ。で、これザップねー。あ、ザップねーのか。いや、ザップあったっすよね。なんでまあザップでディガーのねダメージ通されるのが厄介かなぐらいで、相手からしたら結構嫌だと思うんですよね、一生このクエイク削り。うん、さあさすがにやめろよ、危ない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 、これ踏んでくんのかな。さあまあスキル使いながらよいしょ、クエイク削ってもう一生これです、はい、もうクエイクとウッドとハイスピで削るっす、左許容できる。いやザップ打たれそう、打ってこねえか、あーこれ8枚目がないと来るかもね、あ着衣裂いたんで。さあでハイスピとか適当に使いながら、あれ
さ、メガナイトの後ろの周りのごっちゃごちゃがちょっと厄介かな。さあ、いやーいい許容してる。で、まあ、飛ばしたいっすけど、ロイホグやっぱ。まあ、結局飛ばしたとて、マジメガネイトいるターンだったら無駄になるんだね。もう一生。まあ、他の立ち回りはね、セパしてもっとロイホグで飛ばすでもいいんですけど。さあ、オリ使ってでもね、ちょっとディガのダメージ抑えたいなっていう。よいしょ。ここで飛ばします。はい。やべ。いやでも、お、なんか、あ、ユーノが消えた、あの、バグだ。ユーノ透明バグで、あの、タゲがウォールブレイカーに行って、抑えられたっていう。いやー、くさ。マジ、バグやばいよな。もうバグで今、まあ、ウォールブレイカーのダメージ入れなかったやば。バグゲーになってんじゃん。さあ、オリー。まあ、さすがに大会の当日はね、別サーバーになるんでね。そのバグはないんですけど。オリこれもうここスロイホグですね。あ、相手もちょっとそれ警戒してるんですかね。よいしょ。やべ、これさ回る、あ、回ったっすね。やばいやばいやばいよ。クエイカと何周や、俺はクエイカと何周回したんや。よいしょ。クエイカと何周や、わかんねえ。クエイクを打たない男。さあ、豚がね、最後入ってナイスっていう。まあ、もう一個前からクエ削りでも、多分、大丈夫そうでしたね。メガネとブレイカー懐かしいですね。しかもハンター型だ。サグッドゲーム。はい、というわけで、今日ね、このアチャクイロイフグやったんですけど、このデッキもね、マジ多分世界大会で1回は100で見られます。はい、絶対見られると思うぐらい、めっちゃ強いですね。もう1回どころじゃないですね。多分このロイフグ基準で回るぐらい、はい、強いデッキだと思うので、皆さんも使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価も。お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。